平成20年3月29日、30日の2日間、熊本県民運動公園で行われた第5回九州中学生選抜軟式野球大会で優勝した阿蘇北中学校野球部が阿蘇市役所市長室を訪れ、佐藤市長へ優勝報告を行いました。大会では左ピッチャーのエース園田君の好投などもあり、トーナメントを勝ち上がりました。あいにくの降雨の中ではあったものの、見事優勝を果たしました。佐藤市長や日吉教育長からの激励の言葉をいただいた後、キャプテンの梅井君による挨拶がありました。九州大会ではチーム一丸となって優勝することができました。今後の大会でもチーム一丸となって優勝できるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、行きます。はい、本番です。最後に記念撮影と力強い握手を交わしました。今後の活躍が楽しみです。